アクセルとブレーキペダルの踏み間違い事故、一体なぜ？と思うような事故ですが、ペダルの踏み間違いの事故は毎年5000件以上も発生しています。ペダルの踏み間違い事故ですけども、店舗などの駐車場で最も多く起きているということが我々の分析で分かっております。本作品ではペダルの踏み間違い事故をはじめとした交通事故がどのように起きているかを知るため、専門家への取材や救急隊に密着取材を行いました。実際の事故事例に学び、今一度あなたの運転を見直してみましょう。見直そう、あなたの運転。事故を防ぐための運転操作。